サッカーを生きがいとする皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。サッカーの人気の高さを改めて実感する、そういった試合前のいつもの光景が目の前に広がっています。試合が始まりました。ボールと選手がゆっくりと動き出します。正面から見て右にいるのが、これはいけない、ファールが取られます。このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか。ここでサイドにボールを振ります。さあ、仕掛けてきましたよ。ボールをキープしつつ上がります。下半身が非常に安定してますね。追いに行った、キーパー難なく抑えました。シュートが正直すぎました。さあ、ドリブルで上がっていく。ここで笛、ファールのようです。やはりイエローカードが出されます。ナイジェリア、早いリスタートで試合再開です。右へパス、このパスは失敗、ゴールを捉えることはできませんでした。さあ、前線にボールをフィード。
チャン、勢いに乗ったドリブルで駆け上がります。天性のドリブラーって感じですか。オフサイドフラッグが上がっています。結構厳しいですね。このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか。ゴールゲッ、前半戦も半ば。キックオフで再びゲームスタートです。前に出します。右へ送ります。ボイに行った、ゴール、見事なゴール、ファインゴールだ。前半戦終了。まだ鳴りやまぬ歓声の中、試合再開です。ここで上げることができたらチャンスになります。ゴール、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 ゴール。前半戦終盤、モロッコキックオフです。前へ。さあドリブルで持ち込みます。こういった突破も時には必要ですよ。シュート、キーパー止めた。ゴール、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 ゴール。前半終了直前、ナイジェ、キックオフで再びゲームスタートです。お互い一歩も譲らず前半終了です。後半戦が今始まります。早野さん、前半を振り返っていかがですか。うん、互いにまだ全力で戦っていない、そんな気がします。後半が倒してしまいました。これは当然ファールを取られます。多少無理かなと思っても狙っていくべきですね。なぜなら新聞の一面を飾ることのできるってこのチャンスですから。大きくバックパス、右へ出します。あっとファールを取られました。イエローカード。このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか。前線に大きくボールをフィード、右へ一気に行くか。8番ドリブルで上がります。パスが主体のサッカーだからこういったドリブルも大切ですよ。厳しいディフェンスの前に全く手段を見出せません。一度戻すと攻撃の形を作るのはかなり難しくなると思うんですが。ラインを割りました。ここからどういった展開を見せるのでしょうか。右へ、構わずシュート。モロッコゆっくりと攻撃を仕掛けます。下半身が非常に安定してますね。さあ自ら攻め込みます。大きく前線にフィード、倒してしまいました。これは当然ファールを取られます。カードが出されました。イエローカードです。子供たちにはあまり見せたくないプレーですね。決めさせない。ナイスゴール。後半戦終盤、モロッコ。さあ試合再開です。前に出します。ノーホイッスルです。主審このプレーに対してファールを取りません。シュート、ゴール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 。後半戦終盤、ナイジェリア、キックオフで再びゲームスタートです。9番ドリブルで上がります。最後は誰で来るんでしょうか。シュート、残念、キーパーの正面でした。シュートが正直すぎました。今主審の手によってこの試合にピリオドが打たれました。3-3、モロッコ、この試合引き分けに終わりました。
歓声に応える笛の音とともに今ボールが蹴り出されます。正面から見て右にいるのがモロッコ、左にいるのが南アフリカ。ツイスター、このひねりがゴールを狙う。これはお見事、キーパーよく止めた。さあクロスボールを上げられるか。ゴール前に高いボールが上がった。大きくボールを蹴り出します。このロングパスは通らない。これを通してしまうようではサッカーライセンス剥奪ですからね。さあドリブルで持ち込みます。チャンス到来、オフサイドです。このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか。左へ、サイドからボールを押し上げます。ゴール前選手が集まってますよ。ゴールゲット。前半戦中盤、キックオフで再びゲームスタートです。9番ドリブルで攻め込みます。こういった突破も時には必要ですよ。前へ、残念通りません。前に送った、シュートチャンス。5番、あ、倒された。笛が吹かれます。イエローカードが出されます。ファールの中には我々をも魅了するようなものとそうでないものがありますからね。今のは前者に当たりますね。前にパス、これが通ればチャンスになる。前に送った、前へ、さあドリブルで上がっていく。これが通ればチャンスになる。モロッコ、ドリブルから攻撃を組み立てます。下半身が非常に安定してますね。前に送った、さあドリブルで持ち込みます。キレのあるいいドリブルですね。モロッコ、このドリブルから突破口を開けるのか。パスが主体のサッカーだからこういったドリブルも大ハーフタイムに入ります。後半戦が今始まります。早野さん、前半の45分を見て何か感想ありますか？サッカーは面白いですね。今更ながら改めて実感しました。サイドからボールを押し上げます。早いドリブルですね。左へ出します。このパスが通った。ドリブルで攻め込みます。左へ送ります。前方にパス、さあ自ら攻め込みます。これは危険なプレー、当然ファールです。ペナルティーエリア内での反則、自然と PK になります。カードが出されました。ゴール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 。後半戦中盤、キックオフです。9番、スピードに乗ったドリブルです。天性のドリブラーって感じですかね。決まるか。縦パス1本、これはどうだ。通った。タッチライン沿いをドリブルで駆け上がります。さあどこで上げてくるんです。ファインゴール。サッカーの歴史にまた1ページ。後半戦も半ば、モロッコまだ鳴りやまぬ歓声の中、試合再開です。ドリブルで持ち込みます。ドリブルで攻め込みます。モロッコ、ここは通しません。ロングボールはそうそう通りませんよ。いいシュートでしたがキーパーの真正面でした。
コースは良くてもこの威力ではゴールは難しいですね。さあ誰にパスを送るのか。逆サイドに完全にスペースができてます。祈るようにボールを蹴り上げた。左へ出します。モロッコサイドからどういった展開を見せるのか。早いドリブルですね。あっと外れました。少し狙いすぎたようですね。ワンプレーワンプレーをもっと耐え。試合終了です。3対。
タジアムに来られなかった皆さん、前半戦が今始まりました。右を守るのがエジプト、左にエンドを取るのがモロッコ。早野さん、勝利へのポイントを教えてください。やはり試合の流れをいかに感じることができるか、そういうことだと思いますけども、これはやはり経験が大きくものを言うと思いますよ。右へ出します。ドリブルで攻め込みます。さあ攻撃開始だ。見事に通りました。サイドからボールを押し上げます。逆サイドに完全にスペースができてます。まだ距離がある。残念、キーパーの正面でした。ボールをキープしつつ上がります。パスが主体のサッカーだから、こういったドリブルも大切ですよ。前に送りました。チャンス到来。思い切って打ってきた。ナイスセーブ。ゴール、見事なゴール、ファインゴールだ。前半戦も半ば、モロッコ。さあ気合を入れ直してゲーム再開です。前にパス。さあドリブルで持ち込みます。キレのあるいいドリブルですね。右へ出します。さあドリブルで上がっていく。シュートに威力がありません。キーパー楽々キャッチです。倒された、いや故意に倒れたのか。ファールではありません。前方にパス。このロングパスは通らない。ちょっとパスが雑。決まった、ナイスゴール。前半終了、試合再開です。ここでホイッスル。前半戦が終わりました。後半開始の笛が今吹かれました。早野さん、前半戦をどのようにご覧になり。ここで笛、ファールのようです。このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか。前に送った。さあ自ら攻め込みます。シュート、ドリブルで攻め込みます。ボインに行った、弾き返した。左へ出します。ボールを切り裂け、ヒール様。タックルに行った。シュート、キーパー全身でゴールを守ります。決まるか。ボールは大きく逸れていきます。外れることを恐れてはいけませんよ。もっと打っていくべきですね。これはいけない、ファールが取られます。イエローカードです。さあこの位置からどういったサッカーを展開してくるのでしょうか。さあドリブルで上がっていく。さあ前線にボールをフィード。前にパス。残念、ドリブルで持ち込みます。ここで緩急の変化、チェンジペース。キーパー難なく抑えました。シュートが正直すぎました。スペースを探しています。チェンジペース、相手のリズムを崩します。ここで笛、ファールのようです。レッドカード。このフリーキックからチャンスを作り出すことができるのでしょうか。右へシュート、キーパー弾いた。ここで長い笛、試合終了です。
2対0。